ばんは、仰天奈です。めっちゃさっきから目がなかったね。なんかよくわからんけどめっちゃ目がゴロゴロする。イエーイ、こんばんは。確かに。赤い秀一みたいやろ。赤い秀一かジンみたいやろ。いや。喋りたくないから喋ってないだけだよ。寝起きだから。ちょっと眠すぎてちょっくら寝てたんで、喋りたくないから喋らなかった。とりあえずニコニコしてただけ。
そう。頭痛は治りました。はい、治りました。ドボンでもしようと。さあ皆さん、当たるかな、私と。当たるといいですね。え、早。秒で終わったんだけど、どういうこと？早すぎ？あ、違うんだ。え、オンデマ見てる。そんな昔のオンデマあるの？一人公演ので久しくやってないんやけど、そんな昔のやつオンデマ残ってんの？マジ？すごいね。そんなにそんなにあるんや。そんな昔の、え？そんな昔のまである。B 公演か。今日 B 初日やね、そういえば。あ、ぎょうちゃん、せりちゃんの公演見てるか。ぎょうちゃん、せりちゃんの公演見てるって見えたからさ、そんな昔の公演、オンデマにないやろって思った。そういうことね。せりせりの配信を見てるってことね。あ、今日 B 初日ですもんね。え？セリカって B じゃなくない？セリカ A やろ。あれ？セリカって見えたん私の目ん玉が悪いんかな。セリカ A やから B じゃないはずなんやけど、セリちゃんじゃなかったのかな。じゃああれ誰だったんやろ。めっちゃセリちゃんに見えた。やばい、眼球までいかれてきてるぜ。ああ、私の番だった。そんなもんでいたい。ただ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 からだからだからただただからだから君の肩、なれなれしく抱いてるのは誰だ。なな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 。つく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 。だら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 。なんとかしょんとかなんとかしょんとか。意外にななななななな。
んとかしゃなな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 二人の家庭放課後完了なんかし話うんうんうんなんだそのままかまいなく長いな、さっきが短すぎて長く感じる。上がってやったぜ。どうぞ。B 公演終わったんかな。まだやんりょんかな。絶賛やりやり中なのか。ほんでも。絶賛やってるやん。なんか制服着てる。何の衣装か全然分からんけど。レミちゃんが京劇場デビューやんな。正式な。エイトじゃなくて B で劇場デビューしたんやな。何の歌なんやろ、全然わからん。当てたい気持ちは山々なんやけど、ちょっと絶対当たる気がしないな。分からん。なんかぴょん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 してるぞ。なんだろう、全然分かんない。そうだ、ひだちゃんが B なんだよね。すごいよね、みんななんか今回 B の子ってさ、ちょっとさ、なんて言うんだろう、かわいい、なんかロリみたいな子が結構多いんやけど、ひだちゃんが意外に B だったっていう。でも逆にさ、その方が目立つよね。何こう、みんな可愛らしい中にさ、お姉さんだと。ポジティブに言えばね、ひだも言っとった。逆にね、目立つからさ、お姉さんだとって言ってポジティブに言ってた自分で。いやでも本当にそうだと思うよ。大人っぽい曲、コンサート、いやまあ今のチームでコンサートとかさ、できるか分からんけどさ、できるとかってなったらさ、大人っぽい曲とか任せてもらえそうじゃない。何人か大人っぽい人おるじゃないですか。だからそれでさ、大人っぽい曲とかさ、聴かせてもらってさ、やれたらいいよね。全然いいと思うけどな。私が4で浮いてたように私が4で浮いてたように、大人っぽい分類の枠でっていう
マジで何の曲か全然分からへんのやけど、何の曲なんやろなこれ。てかもう後半、もう後半かなこれ。アンコール明けとか、まだか、アンコール明けではないか、アンコール前かな。え、浮いてたよめちゃくちゃ割と。何の曲なんやろ、まあ聞いても分からんけど多分。とても気になるわ。うん、バイバイしてるね。なんだろう。そう、でもヒダは K だって、で A でもヒダはいける気がするし、 A でもいける気がするし、今の4だったら全然ヒダ入ってても、全然だって今の4結構ね、大人お姉さんが多い、大人お姉さんが結構多いよ。大人お姉さん、綺麗めな人が結構、可愛い人もおんねんけど、可愛い人だとまあなるとかゆりさんとかきょんちゃんとか、可愛い系の人もおんねんけど、綺麗めな、あの綺麗なお姉さん、下尾とかもそうやし、まあ、ゆかるんさんとかもそうやし、そうなんか綺麗めな、あのめぐさんとかもそうやし、綺麗めなねお姉さんもすごいおるから、そう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 、だからね結構どこでも割といかないんじゃないかな。結構なるがね、あの今度の新しい4、ちょっと DM 止めよう。新しい4はイメージの、イメージのじゃないわ、間違えた、今までのイメージをなんて言ってたっけな、初日の時イメージを壊してちょっと違う新たなものに作りたいみたいな言っとったじゃん。そう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 、だから結構なんて言うんだろう、可愛い人もれば綺麗な、綺麗めな人もいるし、まあ今回のサムネイル公演もその結構なんて言うんだろうな、大人っぽい曲もあれば、まあ、割とこうしんみりするような曲もあったりとか、うん、割と表現するのが難しいけどあえて挑戦したい、したいなと思いましたみたいな感じのこと言っとったよ。でも今でも間違えてたまにもう違うチームになってしまった、同じ4の4だったメンバー、4の気持ちで喋ってしまって、4じゃなかったわってなることたまにある。違うなって。ごめんごめん。なるよね、やっぱり。だって約4年で、まあちょっとコロナで全然活動できんかった期間もあるけど、約4年やからな、半分やで。新チーム慣れてないんやね。え、全然新チーム慣れてるけど、全然新チーム慣れてんで、なんなら別に新チームになったところであんまりなんかすごい何かが変わったって感じもあんまりしないんですよね。なんでだろう、もともと4のメンバーも多いけんかな、もともと4のメンバーも結構いるんですよね。だから別にぶっちゃけめっちゃ変わったっ
感じはしない。しないけど、でも逆にもともと4だって違うとこにいたメンバーはまだ4な感じが、あの同じチームだって思ってしまう。しかも特に8で一緒に活動しよって、で4でも一緒に活動しよったから、それで8で一緒に活動するけど4ではないとこに行っちゃうってなるとね、なんかごっちゃごちゃになって、なんか4、4だと思って話しかけるとさ、あ、そうだ、フォーじゃないわ、県民先ってなる。まあ自分フォーからのフォーやから何も変わらんのですよ。うん、そう、何も変わらへん。フォーからフォーやから、なんか言い間違えることもなければ、特に間違えることが何もない。なんか強いて言うならば、何やろ、それこそ強いて、まあもう本当に最大限間違えるとすれば、まあもともと4にいたメンバーをまだ4やと思って言ってしまうこととかぐらいじゃないですかね、ぶっちゃけ。そんな間違えることがなさすぎて。そうですね、キャプテンも別に間違えんし、今なるやし、前ゆりさんだったしみたいな。うん、そう、なんか言い間違いとかはないかもしれんけど、若干の一緒やと思って、この後のレッスンさーとか言って、私4じゃないからないでみたいな、ああそうやったそうやったみたいなのはあるかもしれないですけどね。どうなのかなって感じですけど。ゆりをキャプテンって言いそうだって。ゆりさんをキャプテンって言いそう？いや言わないと思う。キャプテンをなるって分かってるから。元キャプテンのゆりさんとかなら分かるかもしれんけど、いやもう変わったから多分間違えることはないと思う。でもサムネイル公演でやっぱり筆頭に引っ張ってくれとったのはやっぱナルとユーリーさんかな。その振りを固めるってなった時とかに、まあ、ナルもユーリーさんに聞きよったしみたいなとかで、うん、まあ筆頭に引っ張ってくれたりしてるのは、まあ、2人やとは思うねんけど、そう、めかゆ、まあ方は割とね、あのどっちかっていうとボケ担当の人が多いから、ツッコミ担当の人が本当にいなくて、マジで方でツッコミ担当の人誰やろみたいな、誰かと喋ってたんな、誰やろみたいな、本当マジ誰って感じ。なるとオカリナちゃんとツッコミか、率先してツッコんでくれるのは、まあ、キョンちゃんでも、なんかその時誰かと喋ってたんやけど、その時でもキョンちゃんはたまにボケになる時もあるから、ちょっと若干ツッコミってなると微妙やなって言ってて、マジでボケ4ボケが多すぎてツッコミ少なないみたいな話をされて、いやまあ確かにみたいなっていう話をしてて、そうで、それでゆいなが、いやゆいなもツッコミができるようにっていうか、ゆいなはボケないようにマジでしっかりと頑張ろうと思ってるんだみたいなに言ったら、ええって言われた。そのメンバーに、ええ絶対無理やろって言われて。いや意外にしっかりするとかしっかりするかな、もう常にアンテナをピピピーンってピピピーンってね張り巡らして、レッスンの時とかはねおる、もうなんか
先生が何言ってんのかとかもちゃんと聞いてる。振りとかここはこうここはこうっていうのをね聞いてるんやけどね、もう忘れるのも早いから、ほんと時立てば忘れるのが本当に早い。振り食い見てもさ、振り食い画質悪いからさ、ほんと何なっちゃっけなと。そううんなっけなって。え、別にツッコミ担当になりたいわけじゃない、ぶっちゃけ。あのツッコミはちょっと、いやちょっとあんまり得意じゃないから、私はただ単にしっかりして客観的に見る、客観視した人間になろうと思って、うむうむみたいな。そうそういう人になろうと思って、めっちゃアンテナとかをビビビーンって走らせて、チュッ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 って結構やってんねんけどな、マジで割とガチで。だから振りとか、ここはこうやって言ってたな、ここはこうやって言ってたな、思ってるんよ意外にね。本当にでんけど、そうでも忘れるのが早いからすぐ忘れるの。振り笛取るときはできんねんけどなやらへんと忘れんねんな。ねえ、だからボケがいっぱいおるからツッコミ担当の倉野さんは本当に大変だろうなってすごく思います。チーム4マジでツッコミ担当おらなさすぎ問題おらなさすぎ問題ボケボケが多すぎる。でも雫公園でちゃんと喋ってんねんけどな。ちゃんと喋ってるっていうか、ちゃんとあの仕切りの時は仕切りやってるつもりやねんけど、まあ分からんけどな。そうなんか MC で誰々が振って誰々がやるってなった時は一生懸命の MC の仕切りやってんねんけど、頑張って回してんねんけど、でもあんまり MC やることがなさすぎて、あの雫公園のさ、そのそれこそユニット明けとか、後半 MC の時とかさの時とかマジで分からん仕切りやらんからな。いや仕切りは任されてるんじゃなくて、あれあのポジションで決まってるだけなんですよ、ただ単に。そうだいたい例えば、まあユニット明けだったら私がユニットの曲名5曲続けて聴いていただきましたって言うじゃん。で言うから、ではここから何々の話をしていきたいと思いますって言ってるだけ。あそうそうそう、ポジションで決まってるだけだから、別に私やから任されてるわけではないですそう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 、あの普通にポジションでっていうか、その最初に喋ってるのが私やから、そのまま私が言って仕切ってるっていうだけです。じゃないだってじゃないと私だってコンサートイベント全然喋らないですよ、マジで。私大体コンサートで MC ないです、私 MC ないですコンサート。はい、でも知ってる人は知ってると思うんですけど、コンサート来てくださってる方は分かると思うんですけど、自分の、中四国か、まあ、中四国でもあんまり MC ないな、四国の時ぐらいしか MC を振り分けられないので、コンサートの MC ではコンサートの MC はまあ喋ることですね。何にも任されないです喋んないです。イベントもなんか8人とか6人とか人数が少ない時ってまんべんに振り分けられてて、一人絶対一言は無理やりでもこう喋れるように振り分けられるんですよ。あの人数が少ない時はなんかこうこの子だけっていうのがあれなので
一応まめなく振り分けられるんですけど、でも大体私なんかなんとか聴いていただきました、次の曲いきましょうみたいなぐらい、本当に簡単な MC ぐらいしか、あの本当にないです。なんで MC は普段全くしないですね、コンサートイベント。特になんか大きいイベントとかになって、なんか3人4人とかしか MC 喋らない時になったらもう絶対喋んないですからね。 MC 任されないんですよ、 MC ないんで。 MC をするっていうのはもうぶっちゃけ劇場公演でも、劇場公演もあのチームによります。それこそ4の時は劇場の MC 多分ない気がする。4はそうですね、4は確か劇場 MC、 あのね、時と場合によってちょっとずつ変わったりはするんですよ、あれ決まってるんですよね、喋る人。でもほとんど MC はないはず。4は8だとユニット明けの喋りが私の立ち位置の人って決まってるんですけど、4は喋らないですね。だから C って私が MC で喋るのは本当雫公演ぐらいしか MC はしないですなので全然 MC はやらないですね、全く。やってるだろみたいな感じで思うかもしれないですが、8年はやってるんですけどね、8年もやってるんですけど、ぶっちゃけそんな MC を任されることはほとんどないです。なんで任された時マジで緊張するそう、ね、基本 MC は喋らないです。なんかすごいファンの皆さんの中で MC をしているイメージが強いのは、多分最近雫公演にこうちょこちょこ出てたからだと思います。あのちょっと前に雫公演出ましたし、その5月の出て3月の、ん2月だっけ、いや3月だっけとか、ん3月じゃないな、ん3月だっけのさ、あの31日だったっけな、の時に雫をやったりとか。最近私が多分ね出てんのはね雫しかないんですよ。4もね結局超久しぶりが千秋楽だったんで、そう超久しぶりで千秋楽で終わったんで、手綱公演が、ちょこちょこ出てるのは雫公演ぐらいしか出てなくて、そうなんで雫が唯一 MC があるので、多分それでね喋ってるイメージが多いのかな。雫だとそのユニット明けと後半 MC かな、あの光と影の日々を歌う前の MC が私が仕切りなんですよね。だから多分それでよく喋ってるイメージがあると思うんですけど、の私ないですそうだから雫ぐらいしかね喋ってないんでね、ぶっちゃけそんなにね MC はやらないです。 MC やりたいんですけどね、任されないだけなんですそう、劇場公演はあの立ち位置の人で決まっちゃってるので、大体喋る人は決まっちゃってるんですけど、だから人っていうよりかは立ち位置、ここの位置の人がこれを喋るって決まってるから、そうなんですよ。なのでそういう風にねなってるんですよ。昔『仰天の部屋』ってやってませんでした、だって。それ一回しかやったことない
それあれだ、お家コロナでリモートばっかりになった時に、AR のやつの企画で配信をやってた時に一回だけやったやつです。はい、めっちゃやってたみたいな感じかもしれないですけど、やってないです全然やってないです、残念ながらね。すごいなんか言ってもらうんですけど、全然やってないです。やってるように感じるだけぶっちゃけ一回しかやってない。しかも配信そんなに長くなかった気がするんだけど、期間どのぐらいの期間やってたの？ちょっと覚えてないですけど、そんなに長い期間はね、あれやってなかったはずです。ちょっと忘れました。どうでしたっけね。でもちょびっとしかやってなかった気がする。多分、まあ YouTube 見てくださいよし、じゃあそろそろ終了にしたいと思います。15分経ったよね。でもとっくに経ってるよね。うん、よし、じゃあJ3位コシヒカリさん、12位ナッティさん、11位ヤングさん、10位キリアさん、9位シマヤさん、8位メアイさん、7位 YK さん、明日お話し会よろしくね、アニメ好きなんで話そう、だって。おー、また好きなジャンルが一緒だったらいいですけどね。何が好きなんだろう。6位オカヤンさん、5位マーニャンさん、4位タカさん、3位メタルプレスさん、2位ヤッキーさん、そして今日の第1位はカラツさんです。というわけで、明日が握手会じゃなくて、間違えた、お話し会なんですよ。で、私3、4、5なんですよ、部がね。3、4、5で、それでレッスンがあるんですよ。握手会を、あ、じゃなくてお話し会終わった後に私レッスンがあって、夜まで。で、問題はショールームをいつするかっていうことなんですよ。まあ15分しかしないんですけど、明日ちょっと忙しいんで15分しかしないんですけど、3部ってさ、何時からやっけな、13時とかやったっけ、ちゃうな、何時からやっけな、何時からやっけな、3部って何時からか分かります？12時半からなの。バカ早いやん、マジ最悪。メイクもしていかない、絶対無理やわ絶対無理なんで、あ、帰ってからしますあ、絶対無理です。12時半からで、メイクもしていって、それでその会場まで行かないといけないんで、ちょっとめちゃくちゃ、今日も早起き頑張ったのにな、地味に早いやん明日。まあみんなにな、地味に早いやんっつったらさ、いや僕はもっと早いですよって言われるんやけどさ、毎回。まあ私にとっては早いよね。いやー、メイクしないといけないからさ、ピエンだね。そう、まあでも今日は眠いから、さそくさと寝れることを信じて寝よう。明日雨かな。
あー、いや、明日寒っ。どうしよう、服。まあそんな感じで、明日はレッスンが遅いんですよ、結構遅いんですよ。てか普通に5部までやから終わるのがそれなりに遅いのか。5部って何時までやっけ。でも17時とかかな、確か終わるのが。でもそっからレッスンに行かないといけないから、そっからレッスンに行って、で、やっぱ帰ってからにするわ。あ、16時まで？わ、微妙すぎる。ちょっとわからん。ちょっとあっち行って、何？お話し会が終わって、お話し会が終わってバラバラでレッスン場に行くのか、はたまた何人かまとめて行くのか、ちょっと分からんけど、バラバラで一体早く着けばできるけど、いやー、まあちょっとその辺はもう当日にならんと分からんからの、ぶっちゃけ何とも言えへんわ。まあどっちかって感じで、まあちょっと分からないです。こればっかりは分からないです。夜になるのか、夜になるんだったらもう9時過ぎですね。うん、多分、いや、もうちょい遅いかもしれんけど、まあ9時過ぎかもしれん。うん、ちょっと分からんけど、まあなんかそのできたタイミングでやります。ちょっと分からん、もうこればっかりはね、の当日の成り行きというものが存在してしまうので、あの一丸にこことは言えないんで申し訳ないです。成り行きでやります。というわけで、まあまあ、成り行きで時間がもし皆さんと会えば、あのよかったら遊びに来てください。ちょっと明日お話し会とあのレッスンがあるんで、ちょっとその辺ちょっとよくちょっとわからない。その移動もしないといけなかったりとか、いろいろと場所問題もあったりとかするんで、まあもう、まあ、帰ってが一番あれなんですけどね。なんでまあ帰ってからかも。あ、待って、うん、ちょっと、ダメだ。明日のレッスン、いつもの自分らがレッスンしてるレッスンじゃな、レッスンスタジオじゃないから、あ、配信するスペースなんてないわ。あ、じゃあもうやっぱり帰ってからじゃないとダメだわ。あ、やっぱり帰ってからじゃないとダメだわ。多分許します。はーい、じゃあそんなわけで、また明日お会いしましょう。バイバーイ。